おしゃなサングラスを作ったわ。あえ、火星って気分になる素敵なサングラスね。ふふ、テーマパークに来たみたいな気分になるでしょう。テンション上がるな。つうわけで、この素敵サングラスを作った経緯と、こだわりポイントを解説するわね。お願いするわ。まずまずず、20年くらい前に廃盤になってしまった、某有名素敵サングラスがあるのですが、デザインが秀逸だったのですが、 何が素敵って丸眼鏡で、8カーブって感じの眼鏡って部分ね。ざっくり説明するとスポーツサングラスってのは、カーブがかかってて、デファクトスタンダードな、眼鏡はストレートって感じね。丸眼鏡って、フレームの中だとメジャーなデザインだから、結構種類があるんだけど、8カーブっていう、顔にぴったりフィットするタイプの丸眼鏡って、ほとんど存在していないのよ。上から見た図だと、こんな感じで。 でで、次に割と使っている人しか、わからない不満点で、棒素的メガネの不満点なんだけど、フレームが金属でできているのでクッソ重い、作られた時代が古いので、顔に保持する設計がやや無理がある設計をしているので、長く使っているとゴムが劣化して、ガバガバになる、ノーズパッドの位置や配置がとてもピーキーなので、人を選ぶ、そんな感じで、細かい部分で、 不満点があるのよね。で、そういった不満を解消してくれるサングラスをないなら作ろうってことで作ったのが、このサングラスフレームね。次に、このサングラスは素敵サングラスをベースに作ったデザインで、例えば、レンズの位置だったり、レンズサイズは素敵サングラスの位置で作ってるから、素敵サングラスが顔にフィットするヘッズは、このサングラスもフィットすると思われます。 でんで、ここからはオリジナルポイントなんだけど、まずはプラスチックでできてるので、おおよそ17グラムとめちゃ軽いわ。で、デザインは、デザイナーのおまんじゅうがポリボンっぽい、デザインにしたいってことで、この辺とか、角張った感じの無機的デザインと、有機的デザインを絶妙に、マッチさせたって言ってたわ。あえ、押し穴デザインに仕上げたわね。そうそう、この辺とか、 この辺りとかのカーブとか、押し屋に作ったって言ってたわ。あえねでで、素敵メガネのメガネフレームって、天狗でもフィットしないでしょうって感じの、大変人を選ぶノーズパッドしてるんだけど、ここも改善してて、アジアンフィットするように、ノーズパッドを拡大させまくったらしいわ。大素敵サングラスのノーズパッドは、鼻の高い人族向けだったので、このサングラスは鼻の低い人族向けに、 チューニングしてあるってことね。最終的にはもう少しノーズパッドを伸ばすかも。って言ってたわ。まあ、こんな感じで、素敵サングラスの、うーんって部分を潰して、なおかつデザインも刷新して作ったサングラス。プロトタイプグラスにが完成したわ。控えめに行ってモルトベーネよ。ふふ。ありがとうちゃん。いがかっちゃった。